どうも、ヤードです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。ただいまの達成率がですね、前回連勝して、8.3% まで上がってきました。今日さらに3連勝すれば 10% まで乗るということでですね、まあ今日も頑張って、将棋やっていきたいと思っておりますので、よろしければ、チャンネル登録、高評価の方をぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、お相手初段の方ですね、37銀戦法を得意の方ということで、やっていきたいと思います。さあ、今日も、今4連勝中なんですね。4連勝中、こちらが。さあ、これで、一回金上がって、王様寄って、こう歩ついてくる、5筋の歩を取ってくるパターンかな、これ、角引きますか。角引いて、はい。これでこっちの銀も上がっておいて、で、銀上がって、さあ、相手居玉ですね。居玉を避けてくるかな、そろそろ。居玉を避けてくるかもしれませんね、と思ったら避けてきましたね。はい。これで、とりあえず3五歩から行きます。3五歩から銀交換ですね。とりあえず。何はともあれ銀交換。これは金で取りますか。まあ、歩を一歩得させていただいたと解釈しましょう。はい。これではい。まあ、ちょっと気をつけていきたいところだが、まあこれで飛車回ってくるみたいなことがあるっていうことか。まあ一回引いておきますか。引いておいていいかな。さあ、これでここの歩が浮いてるのがちょっと気になりますね。王様上がっておいて、ここがっちりしておいて、で、銀上がっていきましょう。で、端もちょっとついていきたい。2分30秒。一回先に端つくか。角が来るの嫌だから、一回銀で。はい。これも銀、打っちゃうか。はい。これで、角、上がって、で、この歩を取りに行くという、そういう寸法ですね。歩を得していきたいですね。桂馬、これで、銀上がって、これでここに銀打たれるってこと？これは、交換されても問題ないよね。交換というか、角切られても問題ないよねっていう話だと思うんですけど、はい。2分。これは問題なき形。なぜなら、この銀の行き場所が、成銀の行き場所がないからっていう。どこにも逃げられないっていうね。はい、切ってきましたね。これ王様で行っとくか。王様で行っといて、引き続き。これ角が。これちょっと待って、良くないわ。良くない。角逃がさないと。角逃がせないね。さあ、時間もちょっとトントンになってきた。でもこれ取って、王様で取って、ここに角打たれちゃうから、やっぱり良くなくって、一回これ、もう切っていっちゃおう。切っていっちゃって、これダメか。どっちにしてもここに角打ちあるじゃん。どっちにしても角打ちがあるっていう。いやー、残念。残念でした。はい。これで、勝負は厳しくなりましたね。ダメだ。これがなぜか読めてなかった。失敗した。これ跳ねてくるし、一回これ銀打つか。銀打とう。はい。これで、これ、馬効いてんのか。めんどくさいな。くっそめんどくさいじゃん、これ。馬効いてるの。1分。桂馬跳ねて。飛車打たれて、死んでないこれ。飛車打たれて厳しいぞ。飛車打たれて、これ引いて、これは投了ですね。お前にああ5連勝ならず。いやー悪くした。完全にちょっと解析しますけど、悪くなったところは明白でしたね。まずここで無理やりこの歩を取りに行ったのもあんまり良くなかったんだろうな、きっと。と思う。で、ここの歩、これで、角引いてなった時に、ここの歩打ちで、これで角で取っておけばまだ違ったのかな。角で取るんだ。角で取るんだ。角で取って、なって、逃げて、はい。これで別にこんな怖くないんで、上がって逃げて、なるほど。そういうことか。なんだろう。ここに角打ちとかもできるのか。ここに角打ちとかもできるし、まあ、普通に桂馬取っていってもいいし、みたいな感じで、どっちにしても悪くない流れだったんじゃないかなと思います。ここまでいけば。勝てる勝負を不意にしましたね。さあ、やっていきましょう。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけども。さあ、お相手1級の方ですね。腰掛け銀がお得意の方ということで、やっていきたいと思います。さあ、今日も楽しく商業実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、あ、銀が上がってきた。棒銀ですかね。よいしょ。よいしょ。お。この歩突かれたくなかったのでよかったです。はい。これでシンプルに斜め棒銀決めていっちゃえば、勝てるんじゃないのっていう。そんな簡単にはいかないよね。そんな簡単にいくわけないよね。はい。これで銀交換していきましょう。とりあえず。銀交換していって、目指すは端攻め。目指すは端攻めです。王様寄ってくるとちょっと嫌だなっていう感じですかね。はい、端攻めいきましょう。はい、これで歩打って、はい、ここにもう銀ぶち込んでいきましょう。2分30秒。あ、そういうこと？銀なって角出てこられて、歩打って桂馬跳ねてこられて、歩が足りない状態になってしまって、で角で取られるでしょ。これはこの銀はね、あ、取られない、まさかの。これ歩打って、これ銀上がって、あ、これ銀上がっちゃダメだった。香車打ちますか。香車打って桂馬取って、はい、これで飛車で取っていって、ぶつけられて取って、ぶつけられて取ってでいいよね、はい、やっばーこれがあるからあー勝てないよ。こんなことしてたら一生勝てないっすよ、先輩。こんなことしてたら一生無理ですね。一生どうにもならない、もうどうにもならないの巻きですね。どうしよう、どうしたらいいん。うわ無理なんだけど、ちょっと無理すぎる。いやー厳しい。厳しいよー。終わってるんだが。何があった今。一体何が起こったというの。全くわからない。全くもってわからない。体何が起こったというのか、それが全く分かりません。はい、これでふーっていって、王様広すぎるもんな。広すぎて話にならないんだよ。叩きの風、叩きの風。叩きの歩したときに、一応ここに1分、金打って、でここに銀打ちするっていうプランを見せていく。いやー無理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 。これはうんち漏れちゃいますね。やばいっす。ありえないっす。アリエッティっす。カリグラシのアリエッティっす。アリエナッティス。マジでどうするこれ。困ってしまって、ワンワンワワン。ワンワンワワン。さあ、相手結構考えてる。相手結構考えているか？だからなんだというのだという。結構考えてるぞ、相手。異様に考えてる。なんだ？時間をプレゼントしてくれようとしてるのか？それとももう勝負が見えてるというのか。ちょっと考えすぎじゃない？相手考えすぎてますが、お相手が。うわ、ここでもう読み切ってるってこと？これ読み切られてるの？私読み切られてるんですか、もしかして。とりあえずちょっと逃げるよね。逃げ道作るよね。うまっ。とりあえずこの金が浮いてるので、まあ一回ね、一回銀打ち。はい、これで竜ゲットして、はい。これで残り相手3秒。30秒。はい。残り2秒相手。時間切れ勝ち。やったー！勝ったけど、なんで勝ったか全然わかんないっていう。はい。ひどい飛車打ちがありました。角筋に打つっていう。バカなんていう。アホなんていうやつありましたけど、まあ気にせず行きたいと思います。勝ったんで。さあ、お相手どんな方でしょうか？最悪だよ。最悪。お前が後手だ。さあ、こちら後手番。お相手初段ですね。腰掛け銀の、がお得意の方ということで、やっていきたいと思います。さあ、これで、おっと、銀が出てくるのかな？銀が出てきますよね。はい。一応、王様がっちり、組んでおいて、おっと、腰掛け銀ですね、いわゆる。これで四間飛車という、あ、右四間飛車ということか。でも右四間飛車に行けないでしょ、その形から。桂馬生えてくるの？それどういう感じ？これはさすがに、垂れ歩が厳しいはず。まあでもこれで角できて、歩打って銀切ってくるっていう、角を切ってくるっていうことですね。ほぼ間違いなく。あ、切ってこない。これと金作れますけどいいんすかっていう。自分と金作らせていただきますが、いいんすかっていうやつです。2分30秒。銀上がっておいて。はい。これはもうシンプルに受けておく。シンプルに受け取っては OK です。で、これで金が無事に取れると。金が無事にゲットできるという話になりますね、これで。飛車成っておく？これ。飛車成っておいて、これ詰みまでいけないんだよね。あ、バカ！2試合連続アホですね。2試合連続やっちゃうのはもう救いようがない恐ろしい恐ろしい、これはひどい、これはひどい、ドイヒーの展開。これは一回銀打っておきますか。銀打っておいて、はい、これで引いていって、あとはちょっと時間さっきみたいにちょっと時間稼げるかどうかみたいなところでもう頑張っていくしかないのかな、どうなのかなみたいな感じですね。これね、こんなところに金打っちゃっていいのかっていう話もあるしね。まあこれ金打きますか。ここに銀打たれて銀角、これ浮いてる、まさかの浮いてる。これで銀打たれて詰みですね。はい、悔しいじゃろ。ちょっとあまりにもひどいので、角筋見えてなさすぎなので、ちょっともう1試合だけやらせていただきます。お前が先手だ。さあ、初段の方、4五歩早仕掛けがお得意の方ということでやっていきたいと思います。ちょっとあと2試合ぐらいやりたいな。ちょっとテンション的には。ちょっともう深夜のテンションなんですけど、12時回ってるんで。ただちょっと消化不良なので、消化不良というか、自分の、なんだろう、不甲斐なさというのも違いますね。なんか愚かさというか、なんでしょう、まあ自分は私の全てに失望しています。今失望しているので、その失望を少しでもね取り戻したい、失望を取り戻したいです。自分に期待したい、俺はできるんだっていう、できるんだぞ俺だってっていう、なんかそういう気持ちを取り戻したいですね。さあ、だからできれば5試合やって3勝2敗で今日を終えたいっていう、まあ、そういう気持ちです。そういう気持ちですね。ただひたすらに、まあ、結構考えてくれてるのはね、ありがたいけど、これ桂馬入ってくるのか、これ厄介だぞ。桂馬入ってくるのは厄介。ただこっちも一応、棒銀決めに行きますよっていうプレッシャーをかけていこう。まあ、攻めっ気を見せないとね、相手も縮こまってくれないから、とにかく、相手も危ないんですよっていうのを、はっきりとさせていきたいところですね。なるほどね。なるほど。2分30秒。これ筆取ってこられて、まあでも取るか、取っていいか。はい、これで一回引いて、この桂馬は絶対に咎めてやるっていう、どうにかして咎めたい、これを。まあこれ取るか。まあ王様で取るっていう手はないよね、さすがにね。まあ取りましょう。で、銀ぶつけられて、で、角で来られて、ここで歩打つと。なるほどね。でも、だからといって何かが終わるわけではないので、とりあえず一回飛車に当てます、角を。これでこの桂馬を咎めたことになるんじゃないかっていう説を提唱したい。これで桂馬がただ取りできればでかいよね。桂馬がただ取りできたら2分、この角打ちで詰む。飛車、飛車2枚と交換するのはちょっとレート悪すぎか。残念。なんか相手にうまく刺されてしまった気がする。だから時間は相手結構厳しいよ。で、こっちは銀2枚で守れるかどうかって話になってくるね、今度ね。まあ、これは一回銀打ちましょう、シンプルに。次のこの銀口でこの飛車捕まえられるんじゃないかっていう話になってくるので、まあそういう話になるんですが、とりあえずこっちもだから攻めっ気を見せたいんですよね。攻めっ気を。せっかく桂馬手に入れたんで、ここに桂馬とか打ちながら、まあ、と金作っていってみるとか、まあそういう感じ。30秒。銀か。で、ここに一回歩打つ。3歩あるからね。で、ここに銀打つ。はい、攻めっ気見せていきましょう。相手はね、時間の問題もあるから、結構、大変なんじゃないですかっていう話もしておいて、で、一回金で抑え込むか。金で抑え込んで、で、桂馬でも一回打っておいて、銀打って、はい、これで、歩垂らす。1分。はい。これで、はい、これで、桂馬を取られてしまうが、角が出ていけるので、あ、これは、あれですね。竜取りですね。王手兼竜取り。これで、一回、どうする？金。一回なるか、馬。はい。はい、こういきます。こういって、で、飛車下から打って、飛車下から打って、一回香車もらって、まあ、飛車取れるけどね。飛車取るのがいいのかどうかちょっとわかんないけど、取っちゃって、下から香車打って、金打って、あとこの桂馬も取れるぞ。はい、桂馬取るか。桂馬取ろう。時間切れ。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。まあ、なんかスッキリしないですね。ピリッとしない将棋が続いている。ただ、今、8.2% あったのが 7.5% に減ってますが、2勝2敗。だから次の一戦勝てば達成率の元に戻るし、今日の、勝数も、3勝2敗になるということなんで、次の1勝、まあ、勝つか負けるか、これにかけて、やっていきたいと思います。さあ、お会い初段の方ですね。四間飛車がお得意の方。さあ、1回負けてますね、この方には。さあ、お互い1連勝中ということで、なんかいい勝負になるんじゃないでしょうか。ただ、段級的にはね、やっぱり負けるわけにはいかないお相手ですね。さあ、これで、端ついて、向かい飛車。向かい飛車に組み替えてきましたね、お相手。はい、これ棒銀。棒銀。もう来るの？もう来ちゃうの？これ角引いといて。これさ、でもさ、銀上がっちゃい、あ、これ銀上がっちゃいけないんだっけ？なんか銀上がっちゃいけないやつだった気がしてきた。なんか覚えてないけど、ちょっとやばい。対策を急ごう。なんか桂馬が入るとこの銀が死ぬとかそういうやつがあったような気がする。思い出さないけど。あんまりうまく思い出せませんが。でもなんかいい感じに進んでいってるぞ、駒が。威力なのがめちゃくちゃ怖いけどな。威力なのが怖すぎるけど、とりあえず駒は進んでいってる。駒が進んでいってることに間違いはない。2分30秒。銀取られてと思ったら取ってこない。回避。もう先になっちゃうか。なっちゃって、この金取りですよって言っといて。桂馬取るか。香車取る？香車取って歩打って、これで威力とがめられていくっていうね。これ負けパターンに入る可能性あるからマジで気をつけないといけない。ここまで悪い展開ではないものの、っていうね。ここに封筒。これ王様でいこう。これで、さすがに何もないでしょ。勝ち。勝ちなはず。何もできないはず。2分。金打ってみたいなこと。ちょっとよくわかんない。攻めたらいいんじゃないのこれ。ここに強者打って、桂馬打って、とかでよくないこれ。はい。これで、桂馬打つじゃん。桂馬打つじゃん。そしたらこれ金で受けざるを得ないじゃん。だよね。そうだよね。はい。これで、1分30秒。攻めていきゃいいんすよ。これで、1分30秒、1分30秒、時間を大切に。桂馬跳ねよ。桂馬跳ねて、はい。はい。あれ、わかんなくなってきた。わかんなくなってきたぞ。1分。なんか知らないけど、わかんなくはなってきてる。はい。これで、桂馬跳ねて、香車と銀でしょ？さあ、時間がまずいぞ。金打とう。なるほど。これで桂馬打って、桂馬取られてかな？はい。これ角どっかで出ていきたいんだよな。どっかで角出ていきたいっていうのがあって、あ、バカー！三度の角筋。三度の角筋でしたね、今ね。30秒。30秒を、一回銀打って、あ、これ銀打ったら死ぬんじゃないこれ。これ角打たれて、やば、やば。必死だ、必死。必死だ。20秒。死んだ。これは終わった。これ終わりですね。もう1試合か2試合。あと2試合やらして。あと2試合。なんか角筋にさっきまた、やばい手を放ってしまったし、終わってますね。竜を角筋に献上してたもんね、今さっき。バカな。ダメだ、なんかもう、ぐちゃぐちゃだ。失望が強い。自分に対しての失望がえぐい。失望したくない。自分に期待したい。もっと自分に期待したい。もっと自分に期待して生きていきたいっす。どうして自分は弱いのかっていうのが、今の3試合見ると分かりますよね。うっかり。とにかくうっかりがひどい。まずもって言えるのはそれです。で、うっかりがひどいのはまあ置いといたとして、あとはまあ何が悪いのかと言われると、まあちょっとすぐには答えられませんが、ここに銀打ちたいよね。2分30秒。でもそうはいかないよね。はい。桂馬か。どうするこれ。叩きの歩。無理やりね、無理やり銀交換。無理やり銀交換していくっていう流れ、いかがでしょうか。さあ、ちょっと考えてくれてる。ちょっとだけね。ちょっとだけは考えてくれてる。桂馬跳ねてくるのかな。桂馬跳ねてくるということなんですかね、これね。桂馬跳ねてこられて、でこれ取って銀引いたら取られて終わりだもんね。取るしかなくって下段まで引こう。下段まで引きます。でここの歩突きでしょ。でここの歩突きでしょ。これで一回銀打ちはしていい。銀打ちあ、でも飛車引かれて意味ないのか。あ、まあそっちに逃げられて意味ないのか。まあそれだったら一回引くしかないよね。引くしかないっすよね。はい、まあ、これ30秒アドバンテージがあるという中ではあるが、まあ、たった30秒しかアドバンテージないっていう考え方になりますかね、これで言うと。こっち回ってくるってことね。回ってくるということですので、一回桂馬跳ねようか。まあ、桂馬でここ、ただここに銀を打たれるっていうリスクがあって、まあ、その時金上がればいいかっていう話ですかね。金上がれば、あ、そこに、で、ここに銀のぶち込みで死ぬから、これ金上がっとかないといけないのか。そしたらこれ銀が死ぬじゃん。やられましたね。これは1本取られた。1分30秒。これは1本取られました。やばい、ここの銀打ちアホかアホなんかやっちゃいけないことやってますね。やっちゃいけないことやってます。残り42秒。これ耐える将棋になった。耐える将棋にしかなってない。ここに打たれるの一番嫌だよね。ちょっと待って、とりあえず割り打ちの銀するか。合ってる？割り打ちの銀のエフェクトとか全く出ないんだけど全く出ないんだけどいや、ちょっと待って、一回ここの風開けよう。逃げ道をな作らんと、逃げ道作らんと意味わかんないから、意味わかんないことになるから。残り30秒。めちゃくちゃ果てしなく長いな、この30秒。この30秒果てしなく長いんだが、これで銀で上上がってこれで銀打って、角もらって、これで飛車が来る。竜が来る。飛車打ちでしょ？飛車打ちで、さあこれ詰まされるのかっていう話ですよね。これ果たしてこっちが詰まされるのかっていう話ですから。はい、まあちょっと時間稼ぎになってしまいますが、時間切れ。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。はい、まあボロボロですね、認めますね。まあ今日ほんと全然ダメですね、全く。さあ、あと1試合やらせてください。よろしくお願いします。さあ、お相手どんな方でしょうかというとこなんですけども、もうほんと泥試合。こちら先手番2段ですね。増田式石田流、格好界石田流ですね。と思ったら石田流じゃない。居飛車です。相掛かり。ノーマルアバター。不気味なノーマルアバター。さあ、2段に連勝できるのかという話になってきますが。さあ、ちょっとクリックがうまくできない。そしてなんかしゃっくりが出る。実況中のしゃっくりってさ、致命傷だと思いませんか？実況中にしゃっくり始まったら終わりじゃない？あれ？これ王様の道開いてるよ。これはチャンスなのでは？何かチャンスなのでは？なんかおかしいぞ、相手の動き。相手の動きなんかおかしくね？この飛車周りはとりあえず全く問題なくって、なんだこれ、なんかまずいことになる。角が出てくるってこと？2分30秒切ってくるのね。取って何がベストだこれ。取ってなられて2分逃げてだと結構自利品か。そうだね、詰む可能性あるけど、ぶつけて取られて取って、これも結構厳しいよね。そういうことはもうこれ完全に劣勢になったっていう風に思った方がよくって、両取り逃げるべからずで、いや、やっぱり取るか。取るんだろうな。で、これで飛車逃げちゃいけないんだろうな、これで。いや、待てよ。違うか。とりあえずここに打つのか。はい。これで角引いて、まあ、こうなっちゃうか。王様の逃げ道間違えた。いや、これは無理だわ。ないわ。はい。ちょっと、長期戦になってますけど、あ、でも、あんまりあれなんだよな。長く収録すると、収録がうまくできないっていう、収録失敗しちゃうっていう、多分データが重すぎて、問題が出ちゃう可能性あるんですよね。だから、そろそろ切り上げないといけない。だからこれで連敗でもしたら、もうほんとボロボロ、棒金だ。棒金できてますね、お相手。なんかいつもと違う形だしな、こっち。桂馬。につく。ありがたくいただきましょう。香車差し上げよう。さあ、なんか勝負を決めたい気はしますけどね。2分30秒。勝負を決めたい気はします。2回戦い、歩が2枚ある。歩が2枚あって、そここの銀取っちゃうと大変なことになるから、あーでもこれ取らざるを得ないね。取らざるを得ないわ。はい、でこれで飛車打たれて、まあ、銀打てるから、銀打てるからじゃないんだよな。この角を守んないといけないんですよ。2分。うわ最悪、バカなんバカなん終わったちょっと今日ねこれ以上やってもいいことないわ、やめよう。達成率 5.7%、 だいぶ減ったな。3勝5敗ということで、残念な、試合になってしまいましたね。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。